皆さんこんにちは、サイエンスエンターテイナーの五十嵐美希です。今日はなんと 3M カスタマーテクニカルセンターにやってきました。それでは行ってみましょう。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、3M ジャパンカスタマーテクニカルセンターの花島香織です。よろしくお願いします。そしてお久しぶりです。そうですねちょうど1年半前ぐらいに。もうそんなになりますか。実は私こちらの施設に来たことがあるんです、はい、そしてその時も花島さんにお話をお伺いしたんですけれども、本当に面白いので、その面白さを視聴者の皆さんにお届けしたいなということで、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、頑張ります。はい、改めましてこちらの施設はどんな施設なんですか。はい、こちらはですね、 3M の技術をお客様に見ていただく施設です。よくある製品のショールームではなくて、はい、3M の持っている技術をいろいろなデモ体験を通して理解いただいて、まずはお客様に 3M を知って好きになっていただくのが私たちの目標です。だって 3M の製品って本当にたくさんありますよね。はい、 3M ってちょっと変わった社名ですよね。 3M と書いて、うん、3メートルじゃなくて 3M なんですけど、自分の身の回る3メーター以内に 3M の製品があるので、 3M だって冗談っていうことがあるんですけども、はい、本当は違うんですけどね。それぐらい身近にあります。はい、まあ、一番身近なものだとお台所にあるスコッチブライトっていうナイロンたわし、たわし、はい、そんなものがあったり、はい、あとはポストイット、あ、そうですね、はい、付箋と呼ばれているポストイット、あれも 3M の製品ですね。はい、そうですよね。だから本当にたくさんあるので、まあ、それもしかも身近な科学と、ね、さらに紐づいているというところなので、はい、そうですね、はい、今日はいろいろ実験もしながら楽しみたいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、それではいつもやってるポーズがありましてそんな顔しないでくださいどんなポーズですか。あ、はい、はい、私がレーッツと言ったらレッツって、はい、サイエンスと言ってこのポーズをお願いします。それではレッツサイエンス。素敵じゃあ開きます。わあ、開いた。はい、どうぞお入りください。そして音楽と映像が流れてますね。わあ、テーマパークみたい、すごいこちらでは、はい、フィルムの技術のご紹介をしたいと思います。 3M フィルムも作っているんですね。複層フィルム、多層フィルム、多孔質フィルム、この3つが 3M が作ることができるユニークなフィルムになります。こちらでは多層フィルムというのをご紹介したいと思います。フィルム単体で販売しているわけではなくて、それにいろいろな加工をしていろんな製品を作っています。コップに水を入れてお箸を入れておくと曲がって見えたり、お風呂の中でなんか手が曲がって見えたりしますよね。その光の特徴を利用して、特定の波長の光だけ通さずに跳ね返してしまうことができるフィルムを作ることができるんですね。光は波ですから、その波をフィルムを重ねることによって、どのぐらいの波の大きさの光を跳ね返すかっていうことを、そうですね、まあ、こうやっていくっていうことですか。はい、一つの山から山までが波長と言いますけども、うん、その波長の4分の1の厚さのフィルムを作ってあげると、はい、その波長を持っている光が通れない。で、そのためにフィルムを重ねる必要が出てきます。まあ、フィルムをたくさん重ねてるんだろうなって思われると思うんですけども、なんとこのフィルム、うん、数枚どころではないです。200枚、300枚、400枚とフィルムを重ねていきます。しかもフィルムを200枚も重ねたら板になっちゃうかと思いきや、こんな薄いシートに収まります。つまり1枚1枚がめちゃくちゃ薄いということです。どれぐらいのサイズなんですか。そうですね、もうミクロンレベルですね。うわー、それすごい技術ですね。はい、それを作る製造技術がうちの強みということになります。じゃあ何に使うのかというと、はい、まずこちらをお見せしましょうか。はい、銀色っぽくなってますけど、はい、鏡のように反射率が高いフィルム。え、こんなに見えますフィルムで。普通はアルミだとか銀を蒸着して作るんですけども、はい、この 3M のフィルムは金属箔は使っていません。え、一枚一枚は完全に透明なフィルムを
400枚重ねてあげるとさっきの理屈で可視光だけ跳ね返してあげることができます。うわ、よく使っていただいているのはこちら液晶パネルです。わ、これスマートフォンとかもですか？そうですね、スマートフォンの中にも 3M のこのフィルム入っています、うん、どんな風に入っているのかちょっと中身を解体して見ていただこうと思います。分解、はい、分解なんてなかなかしたことないですよね。ないです、ないです。自分でしちゃうともう直せないですからね。そうですね、はい、ダメだよ、はいはい、一番上ガラスですね。その真下に液晶パネル、これが光を通すときにいろいろな映像を作り出す、はい、まあ、一番大事な部品ですね。でこの下に 3M のフィルム実はたくさん入ってます、DBEF というフィルムが入っていて、うん、その下に BEF というフィルムが1枚2枚入っていて、そんなに入ってるんですね、はい、まだあります。その下にディフューザーフィルムというのが入ってて、ディフューザーフィルム、はい、光を拡散するっていうのがディフューザーという意味ですね。でその一番下に入っているのがこの ESR というフィルム、いました、はい、これは何のために入っているんですか？はい、液晶パネルというのは、ね、光を1ミリも無駄なく使いたいわけです。わ、そっか、はい、なので後方から漏れていってしまう光を無駄なく全部使い切るためにこのフィルム反射率が鏡より高いので、これで反射してあげて光をしっかり使い切る、まあ、ブロックしてあげるために入っています。あと金属箔が入っているとこの電子機器の中で悪さをするので金属箔が使えないということもあって、樹脂だけで作られているこの反射率の高い 3M のフィルムを使っていただいています。なるほど。さらにこの技術を今度こちらは赤外線、お、地球に熱を届けてくれる光線ですけども、はいはい、まあ、最近ね暑くなりすぎてますし、うん、暑くなってほしくない時もありますよね、うん、そんなためにこのフィルムを使うと太陽光の中の赤外線だけ跳ね返してあげることができます。かぶりたい。そうですねこれで日傘作ったらいいかもしれませんね。それはいいかもしれない、ね、あ、嘘採用新しいアイデアいただいちゃった。あ、本当ですか。あ、ぜひぜひ、はい、今使われてるよ、はい、これに粘着剤を塗って窓に貼って、はい、はい、窓を通して入ってくる赤外線を止めてあげる、そんな用途に使っていただいています。ビルとかで作業するときにこう太陽の光が入ってきたときに赤外線はブロックする。そうですけれども電波とか Wi-Fi のとか そういうものは遮断せずに赤外線だけブロックできるってことですね。そういうことです。では実際にこれが本当に赤外線をブロックするっていうのを体験いただきたいと思います。これは新しく実験のために導入してみたよく整体に置いてあるやつですね。赤外線で腰痛とか肩こりの治療をするやつ。かなのでここに手をかざしてみてください、はい、あったかいですね。とってもあったかいですよね。あったかい。この間にこのフィルムを入れてあげるといきますよ。はい、赤外線が来ない熱が来ない、はい、だけどこの明るさはそうですね、保たれてるから、はい、目に見える光は通してくれるので見た目は変わらないんですけども、これが瞬間に効くというのが欲しいです。それ、はい、それ欲しいです、はい、なんかさっきから私の目に入っているあれ、もしかしてあれですか？これはこれ見ただけで分かる人はなかなかいないですよ。あ、本当ですか？これもしかして私の大大大大大好きな風力発電のブレードですか？その通りです。やばいそんなに好きなのやばいえ、どこに使われてるんだろう。んこれはここの端っこの表面を守るための保護テープを。何から守るんですか？はい、風力発電の羽ってゆっくり回ってるように見えますけど、うん、すごく実は速く回ってますよね、うん、海上であるとか、はい、山だとか海岸とかに立ってることが多いので、ここに砂が当たったりね、いろんなものが当たって表面の塗装、うん、あるいは塗装の中の樹脂も傷みやすいんです、はい、
でこれが表面がボロボロになった時に直すの大変そうですよね。そうですね。あれを外して工場に持ってってまたつけようなんて思ったらもう大変な時間とお金がかかってしまいます。なのでその表面を守ってあげるためにこちらがそのテープなんですけども、これを貼ってあげます。これはウレタンでできているんですけども非常に強度が強いフィルムでできていて、今まで 3M はこれを自動車の塗装の表面に貼って塗装が傷んだりとか、はい、自動車の車体を守ってあげるために作ってきたものなんですけども、これが風力発電のこのエッジを守るところにも使われています。そうなんですね。絶対に剥がれてはいけないので、しっかりした粘着力があるっていうのも大きなポイントですね。いや知らなかった。しかも間近で見られて嬉しい。次にご紹介するのは、小さなガラスの泡、グラスバブルズという名前で販売をしている製品です。グラスバブルズ、筒の中に入っているこれ一つ一つがガラスの小さな泡、中空のガラスなんですね。はい、こんなにふわふわしてるんですか。はい、液体っぽい感じの液体みたいで下からこうバカバカバカと抜けていくでしょ。まあ、これ自身がめちゃくちゃ軽い粉体なので下に閉じ込められた空気が押しのけることができるぐらい軽い流動性が高い粉体なんですね。見てるだけでね、あの面白いんですが、まあ、それだけだとちょっとお役に立ち度が少ないので、これ何に使おうかなって今ちょっと考えてたんですけど、はいはい、軽いということを使って、はい、今たくさん使われているのがプラスチックの中に入れる充填剤の代わりに使っていただくという使い方です。プラスチックの中って、単独ではなくて充填剤というものが入ってます。例えばよく使われるのがこちら炭酸カルシウムというもの、これ比重が 2.7g、はい、同じ大きさに切った時にどれぐらい重いかというか質量があるかっていうことだね。それがこちらは 0.2、数字でもびっくりですけど持ち比べてみてください。思ってしまうぐらいこっちが軽すぎて、はい、多分これねあのボトルの重さしかないですね。いやそうですね、ほぼ、もうなんかふわふわしてる感じがします、はい、さあこれを実際に何に入れるかというと、はい、軽くしたいものといえば、ね、重いこの中にどしどし、ね、この、はい、グラスバブルスを入れてあげると、はい、ちょっと待って全然違う。軽い。これちょっと一応測りでも、あ、もちろんです、測ってみてください。まずはこっち930、こっちはおー800ちょいということは 130g も違う。こんなに違う。そっか、プラスチックって軽くできるんだ。はい、もっと世の中のお役に立つ用途があります、はい、軽くするといいもの、そのうちの一つが自動車があります。わあ、まあ、そりゃそうか、自動車が軽くなれば、そうですね、使う燃料が少なくて済む、省エネということは環境対策になりますよね、うん、でもどの部分に使うんだ。はい、使っていただいた事例がこちらです。これは自動車のトランクのところの蓋ですね。ああ、これかガシャンですね、うん、この下地が金属じゃないですよっていうのを見せるために、塗装半分しか塗ってないんですけど、最近の車のパネルって意外と鉄じゃないんですよね。初心者マークが意外とつかなかったりするやつです。磁石ね、なるほど、そっか、はいはい、これもプラスチックでできてます、でその中にさっきのグラスバブルズを混ぜてあげると、はい、このパーツが軽くなるわけですね。車全体だったら相当な軽量化になりそうですね。そうですね、まあ、鉄じゃないと、ね、いけない部分もあるんですけども、ここは、まあ、強度にあまり関係がないので軽い素材で作られています。あとこの他もですね、はい、車の中っていろんな部品を組み合わせて作りますけども、隙間ができると困るところに、シーリングといって、まあ、接着剤みたいなもので埋めていくんですね、でその中に、接着剤の中にもグラスバブルスを入れて、そんなところも1グラムでも軽くしようとしてます。それは入れても接着の効果っていうのは変わらないですか。はい、変わらないですね、まあ、たくさん入れればもちろん隙が悪くなっていくんですけども、それは軽さと性能のバランスを見ながら入れる量を決めていきます。
まさかこんなところにもあるとは、ね、だからなかなか確認することができないじゃないですか。ですけれども、まあ、実は入ってるっていうことが 3M さんはよくあるということですね。そうですね。いやーびっくり今日は 3M の技術についていろいろと教えていただいてありがとうございました。はい、とんでもございません。いや以前お伺いした時からも私は花島さんにすごく憧れを持っていまして、やっぱねこう科学に携わっていらっしゃってそのことを話す時にすごくキラキラされるんですよね。そうでした。はい、なのでもしよろしければ、はい、このミキラボキッズ見ている未来の技術者科学者に向けてメッセージがあればよろしくお願いします。はい、わかりました。はい、皆さん今日の話楽しんでいただけましたでしょうか。こう世の中でなんでこうなってるんだろうとか、例えばなんで空青いんだろうとか、そういったことを解明するのが科学、サイエンスですよね。そしてそのサイエンスの力を使って人間の課題を解決するのが技術です。私たちはその技術を使って皆様のお役に立とうと思っています。皆さんもぜひまずは面白いなと思ったことを紐解く科学に取り組んでもらえるといろんなことができて楽しいと思います。素敵なメッセージありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい、ということで今日は 3M カスタマーテクニカルセンターに来ました。いろいろなお話を伺いましたけれども、実際に皆さんが教科書とかで習っている科学の内容がどのように社会に応用されているのか、その技術についてたくさん体験することができてとっても嬉しかったです。私自身ももともとエンジニアとしていろいろな科学を学んで、それを社会を良くするためにどういうふうにしたら技術になるかっていうことをねやってきた身としてはいろんな情報を得ることができて嬉しかったです。ぜひ皆さんもお勉強を続けて、さらにそれがどういうふうに社会につながっているのか考え、さらに実行し続けてほしいなと思います。ということでミキラボキッズでは引き続きいろいろな実験をしていきたいと思いますので、皆さんも一緒についてきてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。